はい、こんにちは、パーカッションの高見です。今回は僕が下方に使っているオーディックスの ADX60 というマイクを紹介していきます。これ見たことない方はね、これマイクなのと思うかもしれません。マイクってこういうやつじゃないのと思うかもしれないんだけれども、これはね、いわゆるバウンダリーマイクってやつで、床にね、こういう風に置いて集音するタイプのマイクなんですね。で、僕はこういう風にね、自作で滑り止めをつけちゃってるんですけども、まあこれがなくてもね、ただこれを置けばもうこれだけで完結しますから、下方だったら下方の穴の中にね、ひゅっとこれを入れておけばもうこれだけで完結してしまうという、なんともお手軽便利なマイクなんですね。で、僕はパーカッションを演奏するときは下方単体で使うというよりかは、いろいろ組み合わせて使うことが多いんですね。コンガだったりジャンベだったり、いろいろマルチパーカッションのセットの中の一つとして使うということがすごく多いんですけれども、そういった場合にこの ADX60 があるとすっごい便利なんですね。下方の音に関してはこれ1個だけで完結しますし、他の楽器との音かぶりも起こらないと。そしてセッティングが何より楽ちんっていうね、置けばいいと。そしてマイクスタンドもいりませんし、このマイクケーブルもね、すごく細身で邪魔になりづらいという、なんとも便利だマイクなんですね。で、サウンドに関しては聞いていただいている通りです。すごい気持ちいいサウンドが聞こえてると思います。コツとしては少し中域をね、抑えてあげて、低域を少しだけ強調してあげるようにすると、下方ならではのサクサク感、クリスプな感じと、低域の気持ちいいベース音っていうのが得られると思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。